い、こんにちは、スカイドムです。今日もね、僕ね、沖縄市にあるドラゴンボールさんに来ています。お邪魔してます。前回のね、動画ね、見てる方は分かると思うんですけど、今ね、ボーリング場のね、センターさんの許可と了承を得て今回も撮影してるんですけど、ドラゴンボールさんね、もう今では少ないね、ウッドレーンなんですよ。で、ウッドレーンってすごく難しい、まあ、特質上ね、レーンの特質上難しいレーンっても言われてるんですけど、今回はオイルがね、さらにない状態なんですよ。これ結構貴重、本当に大会の後半とか、もしくはゴールデンウィークの最後ら辺とかにしか味わえないような、本当に貴重なレーンなんですよ。で、この状態で前回も投げたんですけど、今日はね、ガター飛ばしです。ボーリングのね、一つのね、技っていうか技術でもあるガター飛ばしですけど、皆さんはね、ぜひね、真似しないようにしてください。間違えればね、ロフトボールって扱いにもなるので、これはその大会の場面で使うような、方法でもあるので、普段ではね、絶対使わないです。絶対ってあれだけど、ほぼ使わないです。で、今回はこういう風なボーリングのね、一つのね、技術というか、そういう意味で紹介したいなって思ってます。僕もね、なかなかこういう場面に出会うことがないので、僕の動画はほとんどね、 90% ね、ガター飛ばしすることないんですよ。そのぐらい、ロフトボールというかガターを飛ばすことはボーリング場ではないです。でも今日は、まあ、特別企画ということもあって、センターさんの許可をもらっているので、思う存分ね、ガターを飛ばしてね、ストライクを狙っていきたいなって思っています。結構難しいね、高等技術だね。果たして今の俺にできるのか、行きましょう。はい、行きましょう。まずね、ガター飛ばしの前にいつもの立ち位置から、投げてどのぐらい曲がるかというか、どのぐらいレーンが遅いか検証します。はい、ほほ、こんな感じ。わかるよね、もうスパッと行くまでに、もうボール動いてるね。あ、もうヘッドヒンってヘッドヒンって、じゃあヘッドピンすら行かないのもいいよ、ピンにすら当たってないからね。あ、やばいやばい、いや、もうこんな感じ。じゃあ早速ガター飛ばしでストライク狙います。いやー、ガター飛ばし狙えるかな、久しぶりだしな。ガター飛ばし本当に天秤に立つんだよ。一発で終わったら一発で終わります。一回で終わりたい。いや、出たよ、出たけど違うよね。そうだね、ちゃんと取ろう、ちゃんとポケットをつくようなストライクで。あ、今のガター飛ばしでブルックリンはすげえビビるな。もう相当酔ってるからね、なんか隣のレーンに行くかなっていうぐらい左に寄ってます。うわ、やべ、やばい、ブルックリンしか出ない。もっとだね、どっちかなんで、もっとスピードを出すのか、もっと外に放るのか、外に放ろっか、どうせならめっちゃ外に出すか。いきます。よし、よし、今の完璧でしょ。これ以上にないよ、持ってる以上に外向い、外っていうか右目に放る意識やな。イエーイイエーイ、一応フォースだぜ今まあ最後ビシッと終わりますか、入れて。うーわ、いい感じだと思ったけどな。狙おっか、せっかくスプリット来たんで。いつも以上に曲がるから、ここぐらい立てば狙えんかな。いきます。うわマジか、想像以上に、多分ね、自分が思ってる以上5枚だな。嘘やろ、全く同じのが出た。もう一回行こう、さっきと全く同じピン配置だから、自分が持ってる以上に5枚寄るって言ったじゃん。5枚寄るわ、自分が持ってる以上に5枚。ここね、これで取れるか、いきます。うーわおー、じゃあ今なんで取れなかったかっていうと、やっぱり単純にね、手前がない、手前がないから、5枚寄ろうとか何枚寄ろうとかの次元じゃない。普通にね、ああいうのスペアホールで投げた方がいいわ。
もう三連チャン終わってるし取れなさそう。まあ一応こっちカバーボール使います。うっそやん、本当に右に出したいけど出せない。結構みんなアストロフィジックス持ってる人多かったんで、アストロフィジックスでストライク終わりましょう。さっきはエターナルドミネーションです。いや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 、苦しいな。こんなにやって綺麗なストライク1回しかないからね。あ、でもね、なんかね、アストロフィジックスすごいいい感じがする。お願い、俺の体力がなくなるのが先か、それともストライク取るのが先か。俺の体力はあと1投しか残ってない。はい、お疲れ様です。さっきの動画でも言ったんだけど、もうめっちゃ汗かいてる。もう本当にやばい。やっぱいつもと違う投げ方というかもするし、いつも以上に考えるし、汗がすごいね。そのぐらいね、今日のレーンはね、悩ませるレーンかなって思ってます。じゃあこういうレーンなかなかないよって、最初オープニングでも言ったんですけど、大会とかになってくると当たり前にあります。競技者はよく経験してる人いると思うんですけど、大会の後半だったら本当にもうこんな感じです。その中でストライクバンバン出さないといけないっていうのが正直きついね。ここでビッグゲーム打つのは本当にすごいなって思う。で、まあ、僕もね、ガター飛ばしが得意ではないです。いやーきついね。でもね、貴重なレーンなんで、もうちょっとね、動画もね撮っていきたいなって思ってます。はい、ありがとうございます。この動画ね、面白かったらぜひね、高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また下の、ね、アラームボタンチェックと、インスタ、ツイッターもやっているので、ぜひね、覗いてみてください。また配信します。ありがとうございました。バイバイ。